かわいい。なんかライティングすごいね。女神のライティング。顔周りの毛の外巻き綺麗やな。林瑠奈ちゃんいる？なんか美しい本当に。え？びっくりする。え？綺麗すぎん？この世のものだとは思えないな。美しい。さ、どこ？サッカー見ればいいの？サッカーはいつからやるの？つけといたらみんな楽しいでしょ。私サッカー全く分からんけど、あのオリンピックの時の気持ちで。あ、これね、フィファですね。ポテトも買ってきた。ポテトさ、なかったからさ、5分待ってくれたらあげますよって言われたから、あげてもろて。最高。なんとなくで見れる。明日撮影だけど、うふ、夜中にポテト食べちゃう。爪皿が三つ編み可愛いって言ってた。嬉しい。映ってた？嬉しい。今日はテレ東音楽祭でした。見た人。
今日はなんか緊張しました。素敵でした。嬉しい。撮ってた？今日はね、今日映ってた？嬉しいんだけど。嬉しいなぁ、ほんと、うん、こんなみんなに見つけてもらえて。なな、なお買いに飲んだシールもらったトエコバッいっぱい映っていた。しかもさ、5時半から始まってさ、5時45分ぐらいにさ、初見です、ありがとう、5時45分ぐらいにさもう終わったからさ、みんなめっちゃ良かったでしょ、待機時間的に。そう、珍しく幸せを開けてあげようができて、嬉しい。その瞬間に出会いました。イエーイ。幸せを開けてあげよう。リップモンスター7番嬉しい。え、一瞬トレンド入りしてたの？なんかファンの人が送ってきてくれた。嬉しい。5年ぶり2回目の
岩田ひな滝野由美子谷口真ひな福田あかり STU48ツイート嬉しい。親孝行になったね。テレ東見た？ありがとう。テレ東音楽祭幸せを分けてあげよう。トゥ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 みや HK 頑張った、ありがとう。今ツイートしました。今日はテレ東音楽祭に2022冬に出演させてもらいまして、で花は誰のものを歌いました。瀬戸内の声で2017年に出演させてもらったぶりだったから、結構久しぶりでした。ナナナのシールもらったので貼ろう。あ、かわいい、透明タイプだ。リップに貼ろう。いや、前回出た時はほぼほぼ初めてのテレビ番組、貼った瀬戸内の声でなぜか出演させていただいた。サッシーさんとかもいた。あ、かわいい、めっちゃかわいい。暗闇出す前よ。そう、それ今日今ツイートしたんで見てほしいんですけど、ぜひこの今日のひなちゃんとゆみりんと私がだけが、だから今日の STU のハッシュタグは STU48 アンダーバー2回目のテレ東音楽祭だったんやけど、2回目だったのはもうこの3人だけだったんだと思って、なんかあわわわってなりました。竹福ピオです。そう、竹福ピオだけで、でもマヒちゃんはねなんか見守ってくれてたみたいなんですけど、なんかってことは5年後にはもう今日の選抜のうちの13人はいないのかとか思ったり。みけちゃんで50個ありがとう。でもそういうことだよね。だってあの頃はさ5年後にさ3人になってるなんて思ってなかった。
まあそんなもんか。全員いると思う。いや絶対おらんわ絶対いないよ。そんないてほしいけどさ、そんな夢物語はないけど、でも今日は本当になんか5年ぶりだし頑張るぞと思って、特に気合が入ってました。んーね、見てました、ありがとう。めんめん美味しくいただきました。あ、どうぞどうぞ。今日はなんか映り込みが上手だったな。私も熱湯風呂が始まった時はどうなることやだと思ったけど、ちゃんと STU のコーナー入ってよかったです。今までで、あれ、ま、あれの時もね、ミュージックブラッドの鼻垂れの部分でが私今までで結構一番映ったなって感じなんですけど、今日はそれと同じぐらい映って嬉しい。親孝行とおた孝行、ごめん、おたっていう言葉はこんな使うべきじゃないけど、おた孝行ができてよかったなって思います。今日はあかりちゃんのこと見つけて一目惚れしちゃいました。嬉しい。恋だね。一目惚れはね、信じた方がいいよ。なかなかない。だって、ま、だってテレビ見てて、あ、この人かわいいなとか、この人面白いなって思う人って5万といるけど、一目惚れだって思うのって多分それ以外に何かビビッとくるものがあったってことだから、素晴らしい。やっと出会えましたね。ありがとう。調べました。初めて書いてあってしまいました。嬉しい、ありがとうございます。インスタとかもよかったらフォローしといてください。こんばんは。一目惚れから5年近く経った。すごい、一番いい。全員そうだったらいいのに。今日は花だれを歌って、やっぱでも歌うたびにいい曲だなって思うし、なんか表現とかも変えようとか、変えようっていうか、そのもっと良くしよう、良くしなきゃって思って、いろいろね、どん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 いい感じになってるんじゃないかなって思います。かりちゃん一目惚れして可愛い、好きです。嬉しい、会いに来てください。いい感じ。
今日奪おうとすればが一番うまくいった気がする今までで。荒れ地にポツンとせい、あ、サッカー入場してる。よかったね僕たち。お母さんが今必死にテレビの前かどっかで動画撮ってるよ。はじめまして、はじめまして、かりちゃんです。10時キックオフ。トレンド入りおめでとう、ありがとう、嬉しい。おすすめトレンドでもなかなか乗らないから嬉しい。幸せも分けてあげよう。分けれた幸せ幸せ分けれた。またみんなに喜んでもらえるように頑張ろう。10時から始まるの大丈夫？あと5分で始めれる。まだ歌ってるけどサッカーの人たち始めれるのかな。この子供たちはなんで来てるの？これ日本でやってる？どこでやってる？でも日本じゃないか、明るいもんね、ここ明らかに。カタール？カタールどこ？あ、日本人の選手の人たち、この人たち。でかっ、国旗でかっ。中東？中東にあんのカタール。知らなかった。え、私の今日のテレ東より長く映ってるよこれ、歌ってる姿。え、こんな3秒ぐらい抜き合ったらマジで歓喜だけど、いいな、いいパフォーマンスだって、ありがとう。こんなんさ、ずわーって舐めてくれたらさ、一列で最高じゃん。今日映る瞬間あるかなとか心配しなくてもいいんだ、絶対こう舐めてくれるから、パーって一列で一回映る。え、そういう問題だよ。だって今日は歌番組出てさ、ソロがあるかないか、映るかどうかを心配しながらテレビ番組に出てるのに、この人たちはまあ日本代表だから当たり前だけど、絶対に映るんだよ。私はいつもそんなにニコニコ部分のとこはあんまこんな今日みたいにゴージャスに映らないけど、今日は映って嬉しくってみたいな一喜一憂をしてるわけ。ありがたい、出れることがありがたいけど、けどこれ人たちは絶対に君が代を歌うときに抜きがある。やっぱファンの人がスクショ撮ってさ、かわいいじゃない、なんかかっこいいとか言うのかな、どうなんだろう、気になるどうなんだろう
でもまあサッカーの11人選抜に入るってすごいよね。 STU の16人選抜に入るのも大変だけど、サッカーの11人選抜なんてもうとんでもないよね。大ちゃん見つけてよかった、嬉しい。出勤すごい。明るいんだカタール。カタール明るい。カタール明るい。カタール明るいね。4年に一度のお祭り。え、6時間前？え、ライブって書いてるよ。ライブ配信してないの。あ、時差があるってことか。夕方の4時。今え、日本人の人もカタールに行って応援してんのかな。カタールってどっち行くんだろう。直行便あんのかな。ピーチ出てる。ピーチジェットスターピーチ格安航空出てるわけないよね。ピーチ出てない。ああ、ホリエモン行ってる？あ、ボールが始まったよ。これ白いボール両方、あ、みんなで1個か。なんか、あ、サッカー見るのあれぶ、サッカーあれぶりだわ。あの体育の授業、私体育の授業基本的に結構好きやったんやけど、あのスポーツね、球技とか得意だったし、だけどサッカーだけは下手だった。なんでかっていうと怖くって、あのこけそうじゃん。だって丸の上で足を乗せるんだよ。危ないよね普通に。だからちょっと苦手だった。怖かった、こけそうで。そう、こけそうで怖くて。でもドイツ強いよね多分。聞いたことあるもん、なんかサッカードイツ強いみたいな。サッカー実況って聞いてねえ、サッカー見とるけどね、あれよ、知識ゼロよ。あの今日得た知識が11人制ってこと、さっき11人制ってこと知ったレベルのやつだから、マジで本当にサッカー好きな人は見ない方がいい。多分イライラするイライラするけど見る方がええよそれあのね、アイドルのエンタメだと思って、あの流し見できる人だけ見てください。よろしくお願いします。めちゃめちゃ初心者です。ボールがゴールに入ったら1点。あ、そうだよね。はじめまして、はじめまして。習ってたのに知識ない、マジ。でも確かにテニス習ってたけど、もう今審判できないもんな。審判のやつ持ったけど。おさげの子だ、歌番組。そうだよ、あかりちゃんです、よろしく。帝都音楽祭いました、ありがとうございます。5年ぶりに出ました、嬉しい。歌番組はね結構最近もう数はないのもので、歌番組10個ぐらい出てて、実は
四国音楽祭とかもあったからさ、ありがたいですよね。でもテレ東は5年ぶりね、嬉しいです。特に思い入れがねありますので、今日は本当に気合いの一日でした。今はオフサイドの反 AI 判定です。あ、今一個も分かる単語なかった、やばい無理無理。分かんない分かんない。あのさ、あそこにいる人だけめっちゃ奇抜な格好してるのはなんで？あの人はゴールキーパー？あのさ、ゴールキーパーの、ま、周りの四角の枠はなんで2個あるんだろう。初めてあかりちゃん見つけた、嬉しい嬉しい。あんまり見つけたとかそんな言われたことないけど嬉しい。舞い上がっちまう。内側の四角は多分あの黄色の人しか入っちゃいけんよね。外側の四角は入っていいんじゃない、仲間なら。私の予想、コーナーキック、あ、端っこから切るでしょ今から。あ、日本人、日本人が蹴るよ。え、端っこじゃないの、コーナーキックなのに。あ、コーナー、あ、コーナーにいるわ。おーおーおーおお、痛いよ。頭でやった。サッカーのボール触ったことあるけど、結構硬いよねあれ。外側の四角までキーパーが手を使います。え、大変。大きい四角は奇抜な人が手使っていい。え、じゃあ奇抜じゃない人は、普通の格好の人は何？スーパーボール並みに硬い。伝わりづら伝わりづら。めっちゃ脳細胞減りそうやな。手で投げた、奇抜じゃないのに。いいな、あれは。やばいやばい、そっち？おーおーおお、こける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 。おお。なんでボール出すの外に？ボール外に出したら、あ、知ってるよ、体育でやったことある。ボールを外に出したら、出したチームの反対側のチームの人がそこからあのボールを入れれる。あ、スローインはいいんだ。キック詳しいでしょ。普通の格好の人は四角いところ手使っちゃダメ。そうだよね、あれバスケでさ4回ダムダムしちゃダメみたいな。あ、ダムダムはいいんだ。あ、持って4歩歩いちゃダメみたいなことか。え、23歳だってこの人、同い年なんだけど。タメタメだよ。え、長友って書いてる、知ってる名前。待って、もしかしてスター？すごいよ。うっ、うわ、痛い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 。知ってる、長友、当たり前に知ってる、大スターでしょ。止めるんだ。あー、入った。え、今日本人が行った。初見です、テレ東音楽祭から来ました。え、ありがとう、嬉しい。幸せ幸せ、あー、負けてあげようの人です。バーッとすれば、サッカー見てる今。オフサイドなの。あー、よく言うよね、サッカー知らない人にオフサイドを説明するのは難しいって。そ
その話何回もされたことあるし、何回も説明されたことあるけど、一回も分かったことない。え、なんでこの日本人の人は頭抱えてんの？テレ東見るの忘れた。テレ東めちゃくちゃ良かったのに。敵より先でボールもらっちゃダメというルール。ほーん、テレ東音楽祭、テレ東音楽祭、特別な存在だよ。ありがとう、嬉しい。あ、オフサイドだったからガーン、オフサイドかよってやってたんだな。確かにでもドイツ相手に先制得点取ったらなんかうわってなるもんね。テレ東音楽祭、テレ東音楽祭どうでしたか皆さん。ちなみに我々広島で暮らしてるんですけど、 ST4 とは広島ではテレ東音楽祭映らなかったそうですけど、残念、テレ東が映らない。めっちゃ可愛かった、やったー、ありがとう。三つ編みの子が可愛かったです。え？え、めちゃくちゃいい照明だったね。みんな可愛い、よく映ってた、ありがとう。もうね、なんか私結構4枚目シングルぐらいから、え、無謀って4枚目だよね、4枚目シングルぐらいからずっとあの3列目の真ん中を任せていただいてるんですよ。でそこにずっといるからもうね、映り込みがめちゃくちゃ上手になってきて、本当に私自分が将来、ま、選抜落ちるかもしれないし、はたまたうまくいって2列目に行けるかもしれないし、かで分かんないよ。で、ま、もし私以外の子がその3列目の真ん中 に入るとするじゃないですか。そしたらもうその子にいっぱい教えてあげたいことがいっぱいあるの。カメラ割りのカット割りに服だって書いてなくて、今日はあ背景だなって思っても映れるよって、うまくやれば人に迷惑をかけずに映れるよって。それぐらいだんだん、なんで私はそれを映りたいかっていうと、自分のためとか見つかりたいからとかよりも、もう福田あかりちゃんが出る、福田推しの人があかりちゃんが出ると思ってテレビ見るんだったら絶対あかりちゃんがいたって思ってほしいの。だからあと親族親とかじいちゃんばあちゃんとかワクワクして見てくれてるから、あかりいたって思ってもらいたいから頑張って映るように頑張ってる。そう、でも私が無理やり映り込むことで他の子の邪魔をしたくは絶対ないから、そこは絶対気をつけてるけど、でも本当にそれでファンの人が、自分の福田推しの人が喜んでくれたら嬉しいし、今日はなんかテレビ見てきましたって人が何人かいて、普段そういうのあんまないからめちゃくちゃ嬉しくて、もう感謝感謝、出会っていただけてありがとうございます、ありがたい。だって今日アイドルいっぱい出てたんだよ。その中で STU の時間から見てくれてるのも嬉しいし、その中で誰かを気になってくれてることも嬉しいし、その中でそれがあかりちゃんだったのも嬉しい。 STU が売れたい欲しいから嬉しいんだよね。ぜひぜひぜひお待ちしてます。もう皆さん本当にありがとうございます。もうファンの人がいっぱい花は誰のものをね応援してくださるおかげでテレビ番組にこうやって呼んでもらうことができてるので、本当に感謝しかないし、今日 STU を見ていいなって思ってくれた
方がいらっしゃったら、なんかちょっとだけずつでも、例えばメンバーのツイッターとインスタとかショールームをフォローして毎日覗いてみるとかからでも始めてくれれば嬉しいなって思います。カレンコン STU マジで良すぎるから、曲もいいしメンバーもいいし、本当に押して損はないので楽しいのでよろしくお願いします。サッカーとまだ点入ってない。これさ13分41秒って書いてるけど何分何分リンゴサッカー見てる。これ何分まで行ったらワンラウンド終わるの。45分も走り続けるの、この人たち。全力ファンはすごい好きです。ありがとう。45分も走るの？え、メンバー交代ある？え、45たす45？ってことは？ 90 分？え？アディショナルタイム。まだ、え？100分みたいな感じか。これこの気持ちだ。あ、分かった。よくさ、なんかファンの人にもだし親にもだし友達とかにもよく言われるんだけど、ライブ見に来てくれたりしたら特になんかあれなんだよね、よくあんな1時間も2時間も移動しながら歌って踊ってできるね、ほんと。それで今からショールームするの、よくそんな体力あるねってよく言われるんですけど、そういうことか。だって私からしたらこのひどいとこで集中力保ちながら90分走り続けるなんて信じられない、絶対無理なんだけど、でもみんなからしたらアイドルが2時間、公演はまあ1時間半とアンコール20分としてまあ2時間近く走っていうかね、踊り続けて MC もしてってやってるのが多分信じられないって思ってたから、まあ人それぞれそうだよね、なんでもって感じだけど、こういう気持ちか。私は全然できるよと思いながらやってるけど、こういう気持ちか。ああ、ゴール外した今。あ、なんか走ってるよ。強そう。ヒゲを蓄えてる。うお。あんなところからさ、ボールを頭で打ったら、ほんと脳細胞減るよ。大丈夫。しかも可愛い状態でパフォするとか尊敬する。え、マジで本当に尊敬してほしい。いや、可愛さは保ててない場合多いけど、私汗だくすぎて日本のチームはさ、どれぐらいさ、あれまだ行ったことあんの？順位は世界ランク1位になったことある？1位はない、さすがに。2位ぐらい決勝行ったことある？ベスト16？ベスト16か。へえ。野球なら強い。でも野球ってさ、日本が盛んすぎるだけで別に世界的には、あ、野球っていう競技があるんですよね、ふんぐらいじゃないの？わかんないけど、どうなんだろう。日本野球こんなに熱心なの珍しいんじゃない？決勝12月19日、結構長い、1ヶ月ぐらいやるね。
日本とアメリカと韓国ぐらい野球が盛んなの。やっぱそうだよね。だって日本でテコンドーが盛んかって言われたら、まあ、やってる人いるし、やってる知り合いもいるけど、そういうことだよね。その人気なさ種目をさ国によって違うよね。あ、待って、これ痛いです、アピール見たい。あ、違うか、なんか痛い痛いってやるんだよね、サッカーって。痛い痛いってやるやつ見たかった。でも私オリンピック見るの好きで、もうあと4年ないの悲しいんだけど、あ、3年か。なんかね、スポーツあんま分かんないけど好き、なんか見るのは。メキシコオリンピックで銅メダル取ってる。おー、すごい。カタール。福ちゃんに似てる人いた。嘘、似てた？あの女の子？ちゃんと見てなかったの。今は何が起きたの？危ねえの？キックキック。うおおお、うわあ！今緑の人が頑張ったでしょ。ドローンが飛んでる。うわ！すげえ。緑の人が頑張った。褒めようみんなで。ナイス、ナイス。ナイスナイスナイス、緑の人ナイス、すごい。えらいね、やっぱ緑いい色だね。あかりちゃんの推しカラーは緑だから、ペンライトカラーだから。緑ナイス。親近感湧いてきた。緑の人は清水 S パールスというチームに所属しても、あ、 AKB 選抜みたいな感じか。あれ、もしかして、例えば AKB の選抜、まあ、今はあれだけど AKB の選抜が STU から一人行って、 NGT さんから一人行って、 SKD さんから一人行ってみたいな感じで選ばれて AKB48 として出てたじゃないですか、テレビ番組とかに。そういう感じですか、多分だけど。だからいろんな県の強い人たちが集まって11人が選ばれてる。だから日本でめっちゃすごい11人が世界中じゃない、日本中から集まってる。超選抜、神セブンだから AKB 選抜の中でもフロントメンバーってことか。すごいな。補欠の人は何人いるんだろう。サムライブルーは何人なの全部で。試合に今出てるのは11人だけど、サムライブルーは何人いるの？ 30 人ぐらいいる？
神イレブン、かっこいいな。あ、稲妻イレブン、そういうことか。すごい。10時半だ、もう。世界中でね、頑張ってるんだね、みんな。うん、確かにアイドルグループと似てるかも。ドイツに勝ったら教科書に載る。でもこのさ、もう23分さ、点差一個もなく、はい、こう入りも入られもせず行ってるじゃん。ってことは90分さ0点で終わる可能性もあるわけじゃないですか。そしたらどうなんの？90分を全部0点で終わっちゃったら どうすんの？じゃんけんってわけにもいかないじゃないですか。引き分けで終わるんだ。へえ。両方に1本ずつもらえるのかな。それよくある、引き分けで終わるのは。サッカーあるある。あるんだやっぱ。へえ。あ、予選は引き分けで、なるほどね。トーナメントだったら PK する。あ、PK はわかるよ。ゴールキーパーに全てを委ねられるやつね。ゴールキーパーと、その他、みたいになって。でもこれさ、20対0で負けても1対0で負けても点もらえる点とかは一緒なの？負けてもっておかしいか。20対0で圧勝しても1対0でギリギリ勝ってももらえるポイントは一緒？うわ、かわいい格好してる。日本の格好だ。いや、ゴールキーパーの人の反射神経すごそう。あ、ドキドキタイム、ドキドキタイム、やん。あ、緊張した。あーあーああ。おお。あ、そ、同点の時にいっぱい点を取った方がいいんだ。なるほどなるほど。すごい、バレーボールのコートの何倍も、あ。1A か？ 1A かでしょこれ。え、 1A かね。1A かですか。知ってる、ワンエイカ知ってます。知ってます。なんでかっていうと、私、あの、ちょっと私実は土地転がしてまして、すいません、なんか青春派アイドル気取っといて急になんか土地の話、土地の売買の話とかなって本当申し訳ないんですけど、じゃじゃ、あの合法、あ、ナイス、緑の人、緑の人ナイス。実は土地を持ってるんですよ、ワンエーカーの。ごめんなさい、なんかいつもカップラーメンとか食べてさ、お金ないですみたいな感じ出してるかもしれないですけど、
すいません、ワンエイカー土地持ってて、実はどこにかっていうと月に持ってて、そうなんです。でその広さ月にあるからいまいち飲み込めてなかったんですけど、私月にこれだけの土地持ってたんですね。すごいじゃん私。え、すごいやん。ワンエイカー。え、サッカーできるじゃん。あ、ナイス、緑の人ナイス、緑、アンゲコンゲンガー。おぉ、危ねえ。そう、嬉しい。今、ワンエイカーを初めて実感しました。人が22人いても、あれなんだ。うわ、もう待って。緑の人めちゃめちゃナイスじゃない？すごい。やるやん。緑の人や、わかった、はい。バレーボールも、セッターって、めちゃくちゃ重要なんですよ。得点に直接関わってくる。ゴールキーパーめっちゃ重要で、しかも日本で11人しか出れないけど、これはオリメンとしてはね、その中でそのサッカーボーラーの人は10人選ばれるけど、日本で緑のボールキーパーは日本で一人だけだから、緑の人は特にすごい。すげえ。リベロみたいなもんだ。リベロ、リベロとかセッターとかそういう感じ。すげえ。やる。3人いるの？マジ？控えがいるってこと？待って、青が日本だよね。え、待って、ピンクは何？待って、今私ピンチが起きてる。待って、緑がすごいキーパー、青が日本人、白がドイツの人で、派手な人がドイツのキーパー、ピンクは何？え、終わったの？ PK？ なんで？今誰かが何かした？あ、審判？ドイツが腰痛。腰痛？あ、そういうことね。あ、緑の人がちょっと足引っ掛けちゃったんだ。しょうがないじゃんね、わざとじゃない。何言ってるんだろう、わざとじゃないですけどねって言ってるのかな。うわー、これここで蹴られんの？何人に？あ、そういうことね、1対1なんだ。1回だけ？ 1 回止めればいいんだよね。かわいそう、こんなん。これはあ、ピンクの人本当だ、審判だ、収めてる、ここを。1回止めて頑張って。これ腰痛の人？腰痛の人が蹴る？止めても続くの？地獄じゃん。キャッ！あ、マジ？ずる。そんなんありなん？腰痛じゃない人が蹴ったの？どうやって選ぶの？強い人出してくるの？
スローモーション出すの早いな。あんな広いネットをさ、人のこんな細い体でさ、やるのダメだよね。でも33分よく粘ったよ。すごい。ほら、あ、今こけされたよ。やっぱサッカーって危ない。頑張れ頑張れ。すごいね。なんかさ、止まるの多いね。あ、メンバーチェンジ？何これ？メンバーチェンジじゃないか。選手交代もあるんだ。なんか、これ負けたらさ、終わり？リーグだからあるか。あ、こけるこける。危ない。てか、審判の人も大変だね、これ。ピンクの人全員審判？LINE の人もいるのか。コーナーで差をつけろ。あ、日本人がボールもらえたよ。ドローン飛んでる。緑の人がいるよ、行く先には。よいしょ、おー、ナイス。うわ、よくあんな遠く蹴れるね。すぐこける。うわ、こけた時の転がり方うまいな。あそこに入れるの大変だよ。なんか上手そう、ドイツの人。うわうわうわ、外出した。背の高さ関係あんの？あるか。でも、あとヘディングするときにさ、背高い方が先に頭がピンっていけるもんね。おやすみツイート。今日の夜11時半ぐらいになったら楽しいかも、サッカー見んの。高いボールにも競り勝てる。あ、やっぱどのスポーツでも身長って大事なんやね、どうしても。でも日本人はしょうがないよな、そのなんかさ、あるやん、人種的なところでさ、身長は。審判も90分で10キロ走る。やば。すごいね。審判もさ、邪魔にならないようにするの大変だろうな。手以外はどこでも使っていいの？胸とかさ、お尻とか。お尻でやることあんまないか。はーい。ありがとう。うお、緑の服いいね、目立つ、わかりやすい。頭でそんなガンガンやったら
脳細胞減るや。こんばんは、あかりちゃんです。野球選手も大きいの？何のためにそれは。あ、でも大きい人の方が走るの早いか。日本が勝つとこ見たい。痛そう。これ間違ってさ、審判にさ、間違って審判にさボール出しちゃったりした、してる人いないの？なんかピンク系のユニフォームの国とか大丈夫なのかな。実況面白い。実況になってないと思うけど。頭抱えてる。プレビューして、プレビュー。え、なになになに？おい、今のは外出ちゃったってこと？あ、石に当たったのと同じ扱いなの？え、どういうこと？審判は、審判に当たってもまあそれはいいってこと？難しいね。てかさ、プレビュー出すの早くない？すぐ1秒後にプレビュー出るんだけど。映像編集班優秀やな。でもさ、審判もさ、ここでサッカーの仕事するってことはさ、結構サッカーのこと好きじゃん。ちょっと参加したいとかならんのがいいね。なりそうやけどな、まあ、世界大会ではならないだろうけど、緩い大会とかやったらちょっと入っていいとかやりそう。うわ、胸でいった、すげえ。うっ、すごい。うお、ウェーブだ。すげえ、こんな埋めれるの人。満席かな。え、日本の旗もある。あ、日本人もこんだけ行ってるんだ。攻められてますね。攻めてくるタイプだ。体力使わされてる。あ、そういうこと？そういう作戦？ワールドカップ毎年ある？4年に1回？じゃあめっちゃ大事じゃん。ドイツ先生がトレンドにしてる。
前髪巻きたくなった。幸せを受けてあげよう。あ、めっちゃボタン外れてた。はず。前半戦終わっちゃう。あ、本当だ。あと1分半で終わるよ。あっという間だね。え、これ待って、12時までに終わるかな。全部見たいんだけど、最終まで見れるかな。見て、昨日買ったハイライト、めっちゃ可愛いでしょ。1万円ぐらいした。高かった。でもね、ずっと使うからいいんだ。星座になってるの。獅子座？何座だろう。めっちゃ可愛い。中身はこんな感じで。こんな感じです。ハイライトってこうやってツヤってする、こういう光、こういう光です。かわいい。めっちゃ綺麗なツヤなんだよね。高級感のある。買ってよかった。めちゃめちゃ綺麗なツヤです。なんかさ、ここのライティングが難しいんだけど、チャチャチャいい感じでしょ。いや、ハイライトで変わるよ、だいぶ。今日も可愛い。嬉しい。の私は褒めて甘やかしてくれる人が大好きだよ。元から可愛い。最高。終わった。プラス4分だ。プラス4分。そう、荷物多い。めっちゃ重いキャリー。しかもさ、沖縄への気合が入りすぎて、今日刈谷市のやつ着ちゃった。シーサー洗濯しようかな。琉球、琉球よし。じゃあ今日なんかテレビ局入ったら意外と暑くって、トレーナー暑っと思ってロンティーに変えたのよ。だから夏の沖縄の服が一個なくなっちゃった。まあいっか。出張公演で気になった。嬉しい、ありがとう。
いけるじゃない、応援しちゃダメだ。緑の人頑張れ、ナイス。あ、今のは、今のは何、入った、入っちゃった。2点。すごい、1回止めたのにね。ナイス止めからの、あー、なんで手あげるの、終わった後。今のオフサイドっしょっていう指、え、オフサイド、マジでだったらラッキー。カリチャルーム初でサッカー、そう、サッカー見てる。今オフサイドになるかもっていう、オフサイドでしょ今のはっていうアピールをしてます。こういう時にビデオアシスタントレフェリー、得点や退場など重大な事象の見逃しを防ぐために映像を使って指針に助言を行うことです。とりあえずアピールしておく。え、ただ分かる、バレー部の時もとりあえずネットタッチ、ネットタッチって言ってたもん。今のネッチネッチって、ネッチでしたって、とりあえずアピったもんね、ブロックされた時。オフサイド？助かった、よかった、よかった、アピってよかった。現代でよかった、ビデオがあって。セーフ、セーフ、何でもアピった方がいいね。終わった？終わり？惜しいね。でもなんかいいんじゃない？ちょっと気持ち的にいい感じだったんじゃない？怖い。キック、え、まだやるの？もうやんないでしょ。前半終わりました。おお。昨日の人なんで蹴ったんだ、やりたかったのかな。キーパーの人来るまでちょっと時間、え、体育の授業でもそうだった。キーパーになったらさ、反対側で盛り上がってる時マジで孤独なんだよね。ほんでやる気がない女子とかがもう時間過ぎるのを待つためだけに反対側のキーパーとは喋ってたの、ずっと。そんな感じを思い出す。後半戦か今から。え、待って、いける、大丈夫かな。もう11時に始まったとしても45分、もうギリいけるか。おー、みんなマスクしてない、めちゃめちゃいいじゃん。早く日本もこうなればいいのにね。え、めっちゃ雨降ってる、大変。あ、スタジオに帰ってきた。緑の人褒めてあげてほしい。だってさ、自分のせいでさ 点入っちゃったって思ってるからへこんでるじゃん多分。だから大丈夫だよって言ってあげたい。今日いっぱい映ってよかったね、嬉しい、本当にみんなのおかげで、ありがとう。慰めたい。でもさ、1点取られてるだけだから1点取り返して引き分けに持ち込みたいよね。ここは勝つって考えたらちょっと大変だけど、引き分けぐらいにできたらいいよね。このアングルで可愛い子は本当に可愛い。二
確かに、なんかこんな下から撮るもんじゃない。普通にさ、なんかこうやって撮った方が絶対可愛いのに。皆さん今日はお疲れ様でした。テレビ見てくれてありがとう。とっても緊張したけど、みんなが見てくれてると思ったら頑張れました。みんなまた出るように応援してねとかやればいいのに。ここでサッカーで11人な、今のずるくねとか言ってんの。本当におバカ。あざとくなりたい。これまだ始まったらハイライトか、前半ハイライト。えい、あー手取られてる。フォローしてありがとうね。え、もう私は三つ編みを極めるわ。三つ編みキャラになろう。今日いっぱい褒められて嬉しかったから。でもさ、なんかアイドルになったばっかの時は逆に大人っぽい髪型っていうか、その下ろしてる髪型が多かったんですけど、20になってからツインテールとか三つ編みとかするようになって、なんかサッカー見てますか？見てる？今歴代代表スペシャルトークって、そう、なんかね、自分がやりたかったアイドルを今やっとできてる。今までできてなかったわけじゃないけど、なんか今まではね、ちょっとなんか大人っぽくしなきゃとかなんかいろいろあったんだけど、自分の中でなんかキャラ的にツインとかは違うかなとか、なんかちょっと自分がやりたいかってことと、そのギャップを感じてたんですけど、もう20超えたぐらいからなんかね、そう、余計なこと考えずに、別にもう自分のことを可愛いって言ってくれる人が一人でもいるんだったら、自分が好きな、なんか自分でいればよくねっていうマインドになってきて、だんだんね。だからなんか可愛い髪型とかをするようになった。でもそしたらなんかちょっと自分でもテンション上がるし、顔も生き生きしてくるし、なんかね、物事がいい方向に行くようになったの。だから髪型、たかが髪型だけど、すごい自分のマインドを変える力がある。やっぱアイドルだし、見られる仕事だからこそ、なんか自分のマインドを変える力があるから、すごい最近はなんだろうな、前向きになれてる気がする。そういった意味では髪型は子供っぽくなったけど、考え方はちょっと大人になったかもしれないって感じ。自己肯定感が上がるまではいかないか分かんないけど、でもみんなが褒めてくれるから嬉しいって感じ。そう、あ、でこれからさ、最初のオフサイドのさ点が入ってたらさ1対1だったのにね。だから前田さんが頭抱えてんだ。もう今日リンコにもなんか
今日アイドルメイク可愛いですって言われた。いつもアイドルメイクのつもりなんだけど、いつものアイドルメイク伝わってなかったのかな、リンコに。でも確かに今日はめっちゃメイクがうまくいった。可愛い可愛い。なんかめっちゃ可愛い。ありがとう。可愛い。なんかやばい、ショールームで鏡見ながらさ、可愛い。え、可愛い。可愛いとか言って言えるようになったのも最近。なんか別に言えばいいじゃんね、そんな。可愛さのオフサイドや。え、むずい。私まだオフサイドをギャグに使えるとこまで消化できてない。そう、楽しい。なんか今日はアイメイクが褒められました。何が良かったのかちょっと分からないけど、なんだろう。でもまつげめっちゃ頑張った。私まつげ全然生えてないんですよ。だけど今日頑張ってまつげめっちゃ上げたし。あ、でもアイラインガッタガタだ。さっき引き直したからだ。うーん、あと今日イコラブさんのやつをもテレビで見て、ちょっとカラコン入れたいなって思ってきたけど、まあカラコンは入れないけど、もうこんなことなしの生活が最高すぎて入れないけど、ちょっと憧れた。もうそれぐらいかな。今日のメイク、涙袋はあんま今日はラメラメはしなかった。かわいすぎるね。 BAR で確認してください。サッカーだ、サッカーサッカーだ。サッカー、いや、まつげ生えてない。今日ね、生えてる方。そう、今日の顔面好き。私のメイクのこだわりは、下まぶたは盛りたいから、上まぶたはもうアイシャドウ単色でピッてやるだけ。なんなら塗らなくてもいいぐらい。チークもあんま塗らないな。リップは上唇濃くして、下唇は薄くする。まあ、今日は新しいこのハイライトを買ってテンション上がってたから、それもあるかもね。やっぱな、大事やな、マインドは。まだ始まんないの？私ショールーム終わっちゃうけど、早く後半戦やってよ。あ、でもまああんだけ走り回ったら休憩必要やな。アイシャドウ、涙袋盛りたいからアイシャドウつけなくていい。え、だよね、わかる。それな、嬉しい。大人っぽい。ほんと今日何使ったかなあ。今日はね、なんと香水もつけましたよ。これはあのショールームの景品でもらったやつを今日つけました。皆さんにいただいたやつです。イブサンローランのリブレつけました。いい匂いって言われた、ひなちゃんに。嬉しい。え、あと見て、ディオールのハイライトを使ってるんだけど、ここが全部なくなった。パキって割れてショック。
まあでもここ投稿しか使わないからいいんだけど。ショック。香りの説明、香りはちょっとジャスミンからのフローラルって感じですかね。そう、ショック。家出した。パキってなくなった。もうカバンの中がキラキラになっちゃうわと思って捨てちゃったけど。でもショックなんだってさ、このハイライトが何円かちょっとわからないけど、例えば6000円だとして1500円分なくなってるからね、これ。ショック。消えた。脱落しました。そう、高いやつ。こんばんは。ラーメンフルトッピングの値段、まあ、そう考えたらなんかそんな、なんかそんな損した気分になってないな。いいねそれ。今日ラーメンフルトッピングしたからって思えばいいのか。なんか最近疲れてたからさ、遠征ばっかりで、なんかめっちゃ散財しちゃって、コスメいっぱい買っちゃったんだけど、結局今日のモチベにつながったから実質ただこれも高かったけど、こんなに可愛くて自分の顔も可愛くなれるしテンションも上がるから実質ただ実質ただ。そういうマインドで生きていこう家賃が払えるうちは後半戦始まる？交代16番の人が入ります。富安さんが入ります。福ちゃん優勝ってことだね。そう、みんなも今夜遅くって眠いかもしれないけど、あかりちゃんが可愛いから実質ただ、ただって何？ただって言って、ただ、ただとかは分かんないけど、あかりちゃんが可愛いから問題ないよね。明日の朝しんどくても。お、始まった？これ。後半戦だ。この人いた、さっき。もういたか。初見です。実質ただ、実質ただ、あかりちゃんが可愛いから実質ただこのポーズハマっちゃった。何このポーズイエーイ。こんばんは。かわいい。応援して5年になるのに新鮮な可愛さ。いやマジで新鮮な可愛さと思うよ、本当に。そう思う。新鮮でしょ。だって私毎日自分の顔違うと思うもん。そう、かりちゃん可愛いから実質日本の勝ち。イエーイ、勝利の女神あ、なんかひっくり返ってるよ、緑の人。大丈夫？痛い？わ、コンローがかっこいいね。あの髪型一回やってみたいね。毎日可愛くなってるかは分からん。毎日でも顔が違う。今日やったメイクは一生できない。毎回メイク変えてるつもりないけど、なんかメイク違うんだよ。毎日顔違うんだよね。
そう、調子いい人は悪い日がある。今日はまあ割と好きな顔。アリちゃんコンロー似合いそう、確かに。え、聞いて、私さ、なんか去年買ったものの全然着てなくて、なんかそろそろ今年ぐらいは、今年から着ようと思ってたアウターがあったの、緑のモコモコの。だけどなんか今日アリちゃんが着てる服がそれに似てるなと思って、なんか、あ、私が 着ようと思ってたやつに似てるなと思ったの。そしたら同じだったの、めっちゃ気まずいと思って、え、先に着ればよかったと思って。今年の冬さ、先に私が着ればさ、アリちゃんが被ったみたいになるじゃん。だけどさ、私がまだ着てなくてアリちゃんが先に着てたから、なんか私が被ったみたいになるじゃん。だからなんかちょっとあーと思って、アリちゃんに、私もそれ持ってるんだけど、アリちゃんが先に着たから、あの、気まずくなった、でも真似したとかじゃないけん、お揃いが嬉しいけんとか言って、なんかアリちゃんに一言も何も言われてないのに勝手に言い訳しようって私なんなんやろって思った。でもすごくない、緑のモコモコの服が被るってすごくない、同じブランドだったので、私そのブランドのが英語でなんか GEYDA って書くんだけど、読み方わかんなくて、あの GAY で、あの服さって言ってさ、そしたらアリちゃんが、あ、秒だ、分からん、呼び方は結局分からんかったけど、なんとかのやつって言われて、あ、そうそうそうって言って、結局あれ英語のやつ読み方分からんなって思うんだけど、そう、でもそうなんよ、アリちゃんが着とるってことはセンスがいいけん、おしゃれかもしれん、今日も着てくればよかったな。アリちゃんなんて言ったか忘れたもん、おしゃれ人間すぎて忘れた。アリちゃん大人やで。アリちゃんの今日の数えきれないくらいののニコニコのちょっとどうしようみたいな顔のニコニコフェイス、めっちゃ可愛かった。こんばんは。あ、こけた、こけたよ。こんばんは。え、だから私が緑のモコモコ着てたら、これアリちゃんのお揃いのやつなんだと思ってください。アリさー、こんなキックキック、あ、頑張れ日本、日本ちゃちゃちゃ。なんか私 AKB とサッカーのコラボのユニフォーム持ってたな、昔、まゆゆの。うわ、ギョーダ、あ、それそれ、 GYDA、 なんて読むんだろう、調べよう。ちょっとギャルっぽいブランドで珍しい、私そのそこの服さ、それぐらいしか持ってないのにさ、さすがアリちゃんギャル。ジェイダだって、 GYDA でジェイダ、読めるわけない。後半戦まだでも6分しか経ってないよ。一番若い人誰、今日のサッカー選手の。私より年下いる？だとしたらちょっともうなんか、
ドイツの人が19歳、わなんかすごいへこむっていうか、甲子園見てへこむ時の気持ちと一緒。久保さんが21歳、2個下か。うん、久保さんさっき交代した。あ、そうなんだ。まあでも若いからまたいくらでも働ける、働けるって言ったらマジか、活躍できる。ギョーダはイートミーとかと同じ系列のブランド。イートミーってあれか、つーちゃんがやってる。つーちゃん好きなんだよな。つーちゃんみたいな大人になりたい。すげえ、今このテレビで映った人、あの地元のインス、地元の友達の中のインスタストーリーの中でめっちゃ今、え、映ったんだけどクサクサみたいになってる。うぇい、うぇい。お疲れんかん。あ、一応ポジション決まってるんだ。ここら辺にいなきゃいけないとかあるんだね。長友、あ、遠藤さんって知ってるわ、なんか知ってるわ。有名だよね、多分絶対有名だよ。別の遠藤さん、ごめんごめん、間違えた。なんで違う遠藤ってわかるの。いや、ここにこう遠藤さんってことではない、さすがに。遠藤さんの世代交代。遠藤康人さん、画像検索しよう。遠藤康人、あ、この人、あ、この頭にタオルみたいな、タオルじゃない、バンダナみたいな巻いてる人のつもりだった。確かにこの人じゃないんだ。違うんだ。疲れ、おやすみツイートしよう。なんでかっていうと、今日の写真が漏れてるからさ、載せたいだけの人。知ってるアイドルの中で福ちゃんが一番戻ることが分かった。おもろい、なんだそりゃ。ウケる、おもろいって。一生喋ってるだけだけどね。選手交代、えい、あ、おー、えい、どこから来たあの人。今踏まれたよね、この
この金髪の人踏まれたよね、ドイツの人に。大丈夫？痛かったよね。なんか怪我しそうで心配。大丈夫かな。キック、サンフレッチェにいたの？すごいじゃん。ゴールキーパーの人って本当なんか集中力使いまくっててさ、なんかめっちゃ夜ぐっすり眠れるんだろうな。まあでも全員ぐっすり眠れるか、体力死ぬほど使ってるもんねえ、監督もサンフレッチェの監督なんだ。あ、そうなんだ。広島ってすごくない？じゃあさ、野球もさ強いしさ、サッカーもさ代表的な選手とか監督をいっぱい輩出しててさ、広島ってなんかスポーツ大国やな。やむねやむね。現首相も広島県出身。え、そうなんよ。あの政治的話をしたいわけじゃなくて、普通に感想として広島ね、普通に選挙期間に選挙ポスターに岸田文雄さんっていう名前があって、で街を歩いてたら岸田文雄事務所みたいなのがあるんですよ。すごくない？首相の地域なんだって思う。香川ではなかった、そういうことは。えい、あと30分だ。いや広島はすごいよね。安倍さんも山口だしさ、瀬戸内ってすごいね。あれ何タイムこれ。昔香川の人もいた。あ、そうなんだ。え、抱っこしてるボール。審判痛い？痛い？大丈夫？痛かった？痛かったかな？いけた。ツイートします。じゃあ25分になったらツイートするね。
今日たどりを載せてなかったから、あんまりたどりで三つ編みのボリュームが分かるやつを載せます。ドイツか、ヨーロッパ行ったことないな。この人森安さん、サンフレの元監督、監督ってことはサッカー上手いんだこの人。昔は現役だった。香川といえば福ちゃん、なんちゃん、かなめじゅん、そこに並べてもらって大丈夫？元日本代表、すごい。ワールドカップ。あ、25分だ。ついた。めちゃめちゃ充電なくてびっくりした、はい、ツイートしたよ。今日たくさんツイートしたね。全部見といてください。幸せを分けてあげよう。かわいい。もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに、見えない線。もう20分も経っちゃってる。一点入れたいよね。うわー、頭がいっぱい。ねえ、ヘディングするときにさ、スキンヘッドの方が良かったりするのかな。髪の毛で滑ったりとかするのかな。どうなんだろう。だとしたら全員スキンヘッドにするか。どうなんだろう。だってコーンローの人とかさ、なんか影響しそうじゃない？ちょっとなんかそのコーンローのさ、その何モリモリに当たってヘディングがちょっと曲がっちゃうとかさ、ありそうじゃない？どうなんだろう。スキンヘッドの方がやりやすそうだよね。だから前田選手は正解なのかも。でもみんながスキンヘッドにしてないってことは別にそんな関係ないのかな。技術力で補えるってことかな。
気になる。ヘディングのためだけにそれはできない。そうなんだ。皮膚が痛そう。あ、確かに痛そうやな。ちょっと露骨にボールの跡とかつきそうやもんな。サッカー、少年サッカーで気になるよ。ヘディングどうやってやって、あ、いけいけいけ。おー、欲しい欲しい、入れて欲しい。で、私初めてだよ、こんなサッカーをさ、最初から最後まで見んの。めっちゃ応援してる。楽しいんだろうな、こういうスポーツの応援のために海外行ってやんの。めっちゃ楽しそうじゃない？勝ったり負けたりもだけど、なんかその遠征が楽しそう。日本から行ってる人めっちゃいるってことでしょ。だってすごいよね、めちゃめちゃ楽しそう。声出し羨ましい。そうだよね、日本は初戦の結果、1次リーグ敗退突破、敗退突破、敗退突破ってことは次は突破？突破しよう。敗退が悲しいよ。違う、私サッカーに興味あるっていうか、そのオリンピックが好きだったり、なんかね、そのさ、日本中で盛り上がってるこのスポーツをとりあえず見て、なんかそのなんか熱、日本の中の熱を味わうみたいなのが好きなんよ。しかもさ、なんかそのみんなとやいやいできるじゃん。30泊する人いんの？すごいね。だからサッカーのこととか野球のこととかも一切わかんないけど、マジでわかんないけど、なんか楽しいみんなでわーって見てるから。なんか責められてない？大丈夫？危ないね。あーやばいやばい。おー、ナイス。あー、ナイス。緑の人ナイスでしょ今。おお、楽しい。あ、コンローの人だ。覚えた、この人。え、めっちゃすごいじゃん。ナイス。ナイスだよ。もう。キーパーが優秀すぎて、ふう、うわ、ナイスナイス、マジですごい。187センチもあるのこの人、すご。確かにでかい。確かに、でもキーパーはさ、でかい方がさ、こうブロックできる面積が大きいだろうね。あの人たちはみんな控えの人なのかな。あ、24歳でも人が出てきたよ。なんか外国の方さ、大人に見える。みんな緑の人が活躍するってことは押し込まれてるってこと。あ、確かにボールがこっち側まで来ちゃってるってことだもんね。なるほど。
欲しいね。今興奮したね。すごい。ゴールキーパーってすごいな。世界一の黄色の人。第一なんだ。36歳はベテランなんだ。ドイツは伝統的にキーパーがいい。あ、そうなんだ。入った？マジで？やっぱそういうのやるんだ。どうあんさん、すごい。ファンサしてた。ファンサすごい。めっちゃすごいじゃん。だって引き分けでもすごいんでしょ、ドイツにって。すごいじゃん。おい、すごい、面白いね。よし、あ、大騒ぎ大騒ぎ大騒ぎだよ、これはもう。楽しい。あ、外国の方も日本を応援してくれてるんだ。あ、嬉しそう、みんなみんな嬉しそう。え、逆転できた。でも1点入れれたからね、逆転できるよね。逆転したい。歴史的瞬間を見るかもしれない。やばい、配信終わっちゃうな。でもこれ、テレ東で三つ編み見て可愛いってつぶやいたらファンの方が教えてくれて、たどり着きました。ありがとう。イエーイ。あ、よかった、この髪型のままにしといて。嬉しい、ありがとう、見つけてくれて。赤木ちゃんです。今サッカー見てて、日本が引き分けに、同点に持ち込んだので大興奮してました。サッカーのこと全然わかんないけど。よかったら12時まで一緒に過ごしましょう。いやー、すごいね。やっぱスポーツってすごいですね。アイドルもそうなのかな。なんか今私全然わからないけど、スポーツのことめっちゃ興奮するし、多分感動してるの今。アイドルもそうじゃない？あんまり知らないアイドルでもさ、
やっぱいい場面見たら感動するじゃん。私もテレ東が世界から来ました。本当に嬉しい、ありがとう。あの一瞬で見つけてくれるなんて、よっぽどやっぱり目に留まりましたね調子乗るやつ、ありがとうございます。嬉しい、ほんまに嬉しい。だってあんまり今まで10回ぐらいこの歌でテレビ出てきたけど、それで見つけてくれた人もいたとは思うんだけど、今日ほどこう言ってくれることないから、だから普段映ってる子は本当毎回すごいんだろうな。ちょっと怖くなってきた。頑張ろう、私頑張る、頑張って毎回映れるようなメンバーになろう。ありがとう、今日見つけてくれた人。嬉しい、運命的出会いだよ。だって可愛い子なんていくらでも出てたんだよ今日。可愛くて頑張ってツイッターの名前探しました。嬉しい、ありがとう、ありがとう。ありがとう。いやマジでこの子可愛いって思う子っていっぱいいるけど、名前まで調べてくれるなんて本当に、本当にもうこれから仲良くするしかねえな嬉しい、ありがとうございます。ああそしてそれを喜んでくれる自分のファンの方々、ありがとうございます。前から見つけてますよ、ありがとうございます。コーナーキック今から。福ちゃんのライブは感動する、また来て。フルカムですが福ちゃん推しですよ。ナイス、えいキック、あっは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 、おお怖え怖え。あそこでドンって入れられたら終わりだ。怖いね、あれは。なんでその押し合いみたいになってんの、二人ペア。あ、俺はこの人セーブするからみたいな感じか。福ちゃん見つけやすい、ほんと背高いから。ちなみに髪型は多分歌番組はずっとこれなんで。ドイツの目の色が変わりました。日本ちょっと日本を舐めていましたかね。日本は本気すごいんだから、ジャパニーズ侍魂なんだから、すごいんだから舐めんな。あと10分だよ、やばいやばい、ショールーム終わっちゃうかな、12時に切れちゃうから。いやでもな、ドイツ強いんでしょ、こういう時に強さって出るもんね。ひー、緑の人が、そう、ボールをそうやって離していくことが大事。もう怖い、早く時間経てばいいのにね。怖い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 よ。ゲルマン魂、確かに。怖い。名前覚えてあげて。あ、いけ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 。シャッ、え、入った？マジ？入った？
ジで？さあ終わってほしいんだけど、仕事じゃない試合。やばい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 。いや、かいちゃんのおかげじゃないけど、やばい、待って、興奮する、寝れない、今日寝不足だからさっさと寝ようと思ってたのに、やばいよ、これ興奮して寝れないよ。いっぱいいっぱい、なんかツイッターとかでサッカーのこと検索しちゃう、見ちゃう。え、こうやってハマってくるのね、スポーツって。やばいやばい、ちょっと待って、全部緊張する。逃げ切って、絶対逃げ切って。うわ、これはもうどこだっけ、ペルー、どこかまで見に行く価値あるよ。どこだっけ、なんだっけ、ネパール、なんだっけ、忘れたけど、道頓堀がやばいことになる。あ、そういうのあるの、カタールか、ごめんカタールね、カタール。ナイスクリア、そういうのあるのね。緊張する、マジで今やばいね。あ、なんかすごい、ありがとう、今日一緒に野球じゃない、サッカー見てくれて、なんか見ててよかった。だって明日絶対この話題になるし、みんな、え、待って、本当にすごいよ、もう絶対逃げ切ってほしい、この5分。あの、もう5分とプラスの時間もあるか。はあ、ほんまにすごい、これは。はあ、楽しそう、応援したい。わあ、楽しそう。すごいね、みんな。どうやって来てんの、こんなとこまで。え、ごめんね、なんか全然サッカー詳しくないのに、こんな美味しいとこだけさ楽しいんで、ごめんね。めっちゃ宿泊費高いんだ。あ、そうだよね、やっぱそうだよね。なんかもう本当にすごい瞬間を見てる今。暑いんだ、あっち。怖い、もう見てらんない、本当にもう見てらんない、マジで見てらんない。え、これまたショールームさ、ちょっとギリギリ無理な気がする。ギリギリさ、あふれる、あの、そのなんて、アディクションタイム、アディクションって化粧品だ、なんてっけ、アディクションタイムがあるから、アディショナルタイムアディショナルタイムがねあるから、ちょっと分かんないよね、溢れちゃいそう。壇上読んでたら終わるかな。え、今日誕生日だったらよかった、本当だよ、サッカー見ながら迎えたかった。PK だろう、ドイツが焦ってる。本当だ、焦ってるね。なんか今掴んでたもん。
さ怖くて攻めれないしさ、なんかもう何もできなくない、怖くて何かしたらもう余計なことしちゃうんじゃないかと思って、いや本当に時間進むの遅いよ。すごい。やばい。あーやばい。マジで誇りやわ。あ、45分だ。終わった。アディショナルタイムはどれぐらい？いつ発表されるの？一回終わったとかなんないんだね。7分？え、長くない？早く終わらせて。もう勝利のまま終わりたい。長いよ。誰が決めんのこれ。本大会が長めになる？ああそうなんだ、大会によるんだ。7分長いよね、もうなんか永遠に感じる7分だよね。リンゴ56分になったら壇上読むけど、いやー緊張する。あー足痛そう。時間使え。え、この足痛い体温は時間で入るの？今時間潰してる？そんなのあるんだ。VAR あるから、ビデオ判定みたいなの入ったらやっぱそういうのが長くなっちゃうんだね。やばいよ。やばい。もうさ、日本はもうゴール入れるよりさ守るだからさ、やばい。福ちゃん12月1日の28時からも実況して。無理だよ、24時までしかできないのに。やだ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 、来ないで来ないで来ないで、嫌だ、やめてって、嫌だ、やめて、来ないで。怖い。やばい。楽しい。楽しい。あぶねえ。うわ。緊張してきた。もうごめん、本当に全然サッカーのこと分かんないのにから。緊張する。
なんかもう全部心臓に悪いんだけど。楽しい。子供が飽きてる。かわいい。ドイツの子供が飽きてた今。かわいい。めっちゃかわいいんだけど。おお、日本が大盛り上がり。やばいやばい。ちょっと壇上読もう。壇上読むよ。あ、やめて！やめて！はっはっはっ。ゆう、今日も可愛い福ちゃん見られて幸せ。ちなみにドラマ好きなんで、明日はドラマのサイレントがお休みで泣いてる。なんかサイレントって流行ってるよね、最近。先週ドラマ最後に、サッカーでドラマお休み予告されて2週間後って予告されてました。楽しそうな福ちゃん見えてよかった。いや、このサッカーは、ドラマとはまた違った面白さがあったでしょ。みー HK、ありがとう。どうも、ありがとう。TJ、テレトン合戦とても可愛かったです。赤に飛べるサッカーこんな楽しいとは。ちょっと頑張ってね。見よう、また機会あったら。ありがとう。怖がり洗面所。ありがとう。りょうにゃ、伝説の目撃者。私たち最強。人生頑張れる。それを赤に飛べたという奇跡。マジで奇跡。ほんまに奇跡。マジで興奮する今。やばい。ショールーム雇ってよかった。タカ、テレ東、お疲れんくん、テレビで見るくちゃん、最高、可愛かったよ。これからも頑張ろうね。日本代表の応援ありがとう。あ、サポーターの方ですか？ありがとうございます。近いし、ありがとう。ラッカー、ありがとう。金持ち先生、知り合いのあかりちゃんが最近よくテレビに出てる。それな、よく出てるよ。嬉しい。ブーちゃん、福ちゃん実況のおかげで日本歴史的勝利。今日はいっぱい人見つかってよかったね。お屋敷、お屋敷、ありがとう。みけちゃん、福ちゃんは勝利の女神。イエーイ。アラップ、今日の福ちゃんなんだか好き。明日は音楽祭見てから一日やります。頑張れ日本。頑張れ日本。ありがとうございます。いやー、嬉しいな、みんなと楽しめて。フリーキック。あと20秒なんですけど、何これ、なんでこんなことになってんの、なんでこんなことになってんの、え、終わり、ほら終わり、もう7分経ったよ、終わり、え、終わりじゃないの、ちょっと、福田はって言ったらストーチーって言ってください。見ますと福田はストーチー、サントの飯は何で決まり、かかわげるしなくちゃこと福田会でした。テレ東音楽さんありがとうございました。サッカーも一緒に見てくれてありがとうございました。やばいやばい、これ見届けたいんだけど、え、ちょっと待って、緊張する。みんなありがとうございました。お疲れんこ、安井みんずみです。楽しかった。切れるかも、変なとこで。ありがとうございました。バイバイ。長くない？アディショナルタイム。え、